こんにちは。こんにちはです。ただいまより警察犬の訓練を見ていただきます。座ってるな。言ってないよ。そこから中にはできるだけ入らないようにしてください。まっすぐこんな気持ちか考えてみて。コウスキーがもっと右手いける。なんで前にはダメなの？立ってね。ちっちゃくするんだ。最初に見てもらうのが足跡追求って、犯人の匂いを嗅いで犯人が落としたやつを見つけて反応するっていうやつをやってもらいます。ワンちゃんはリリー号で、指導士はアイルドッグスクールの中村指導士です。よろしくお願いします。面白いのが目印になります。犬は分かるけど人間が分からへんの。目印、スタートの目印にします。これが犯人の遺留品になります。まあこんなきっちり曲がる犯人はおれへんのですけど。まあ、一応家庭としてで、まあほんまはこんな近い距離には置かないですけど、一応まあここで置きます。それじゃあ始めてください。来るぞ、ほらワンちゃんの方見て、あっちあっち匂い出る、匂いが来るあるかな。遺留品を発見して指導主に知らせてます。はい、見つけましたって今反応ね、一番近いから見えると思いますけど、だからこの距離でもね、こっちの誘惑じゃなくてちゃんと犯人の足跡と物品を探してありますよってお知らせしてるっていう、これがかっこいいわ。まあ、こんな形では逃げないですけど、例えば泥棒が家から逃げたいう時にその足跡を匂わして、そして探せって言って犯人がどこへ逃げたかいうのを探したりする基本になってすみません、では引き続きリリー号で服従訓練を見ていただきます。ワンちゃんかっこいいな。ちゃんと座ってて、かっこいいな。はい、ではまず最初に指導士と一緒に歩く基本ですね。約束更新っていうのを伸ばしたか。待ってくださいね。
すごいね。大喜びです。では始めます。脚側更新お願いします。ひも付き脚側更新、だいたいワンちゃんの肩と人間の膝が同じようになるように並行して歩いてます。これが上歩ですね。で、帰り側歩、軽く走ってもらいます。はい、で戻ったら脚側テーター。で、今どっちか言ったらちょっとゆっくり走ってたんで、直線でいいですから上歩で行って帰り側歩で、ひも付きでやってみてください。ごちそうさま。で帰り先よりちょっと早めに走ってもらって、はい、じゃあ次は紐を離してやります。紐なしの脚側更新になります。よかったら歩いてください。座ってじゃん。私感覚しないよ。だから紐付きの時とほぼ変わりなく歩くっていうのが一応基本になります。はい、軽く走ってもらいます。高いから、はい、これもあの、ね、周りに人がいっぱいいてはんねんけど、そっちじゃなくて指導士さんの顔を見て歩いてるのが一番大事なんで、今こうちょっと拠点やった後ちょっと褒めてあげる、これが一番大事です。はい、じゃあ次は更新中の正座からの昇降って呼び込みをします。どうぞ。正座して指導士は離れていきます。で僕の合図で呼んでもらいます。はい、はい、今のが正面正座ってきたら犬ごめんなさいね、ちょっとワンちゃん来ますよ。あれやったら紐つけておいてもらってもいいですよ。ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今度更新中の服が癖ですね。はい、お願いします。ねえ、寝ないで起きて。無理しないで。やめて。やめて。終わったから。はい、で決まりましたね。じゃあ今度は更新中で立ったまま、またして指導士は離れます。はい、バタバタしない。ピタピタよな。歩いてる状態を踏み込めるから一番難しい。はい、戻ってください。で指導士が戻って、指導士のリズムで正座をさせます。座れ。はい、じゃあ戻ってください。はい、じゃあ今度は物品地雷、ダンベルっていうやつを投げて
指導士の指示で取りに行きます。なんか投げ張る21時動かない、ね、継続させてもらって、飛んでた。何？あれワンちゃんが飛んでる。すごいスピード。すごいね。普段より速い。すごいな。すごい。ね、スリング。じゃあ今度同じダンベル使う。簡単から。ブラウンがね、ケイシーよりはね。ケイちゃん投げ張るよ、ほら。何するの？遠いね。あの子速い。This cream is from my mother. これ食べた。これ食べた。ねえ。すごいチーズだね。あの子たまらない。あの子レスしてる。おちゃこちゃんのサイズより大きいね。あそこジャンプするの？あそこから飛べるの？これを指導士の指示で飛んで待たせます。それで指導士が見てみよう。待って、ワンちゃんロボットチーズあれやった。ロボットのサイズになるね。飛んだね。すごい。足が挟んでって挟んでないね。足長いのに挟んでないね。次何かな。ブルドッグみたい。ロボより大きくなるね。彼の命令をするのが本当だね。はい、これで満足ですね。はい。あんなラーズより高くなるんだよ。準備をしますけど、鼻の毛なんです。何するんだろう。さっきの足跡によっていったんですけど、今度はあれにジャンプする。匂いが何するのかな。次何する。もっといけないのもね。何もしないの。もっといけないの全然。何もしない。今だ。誰がバイクしてるの？ロッキーかな。かっこいいね。でもバッキーはグレーだよ。あれはさっきのチーズよりブラックだね。あの子は何する？情報ですね、駅は。あの子は周りが気になってるようで。何？ちょっと見える。
る。コウスケ、だんだん前にというか下がりなさい。みんなより前に出てる。あの子は何するんだろう。あれはちょっと違う。見て。パン1個食べたけど当たりなかった。ちょっと後ろにいるから分かった、うん、そこで見てておる、うん、どうよ。あの子の尻尾の いろんなチーズがいる、うん、4人の人の匂いがこのキレキついてます、うん、で今ここで指導士の匂いを持ってきなさいよってリリーに匂いを嗅がせます。今持ってある指導士が持ってるやつは匂いつけてるやつです。いいかやべえ。今真ん中に置いてます。これを
リリーが持ってこれるかどうかって、うん、真ん中のやつがすごい。よかったら始めてください。真ん中嫌だ。真ん中を取るんだ。普通は静かなこのワンちゃんの慣れたとこで実際はやるんですよ。だから犯人の匂いが中にあるかどうかっていう検査をするための。緊張してるんじゃない？何だい？さっきから一人活躍してますからね。ちょっと疲れてるみたい。ピュッて外してピュッてさ、選んでくれる。おー、中のやつを取った。すごいな、わかるんだって匂いも。どうしてみる、楽しくなる。楽しいね。面白いね。誰だって。あかね、もう一回見る。よかったら匂いします。真ん中のやつ。ここ。ここの真ん中。なんであそこ通ったの？あれが同じ。どなたかお一人犯人の役をやっていただきましょうか。いや、何人かできるので、ね、やってもらいます。やる。見たい人は手を挙げて。じゃあその真ん中のパンダの持ってる子を買ってもらって。パンダ？パンダの、パンダ。1枚ずつ両手でしっかり手をつけて。1枚ずつ。パンダ別に顔こすってもええし何してもいい。自由。いっぱいつけてあげてください。1枚ずつね、1枚ずつ。これ黒いの持ってるしな。パパナゲットしか今つけてる方を。だからパパナゲットしか。あかりがやるの？あかりもやりたいの？うん。これ一人ずつだよ。でもあかりできるの？一人ずつ。よし、海。今犯人がよし海くんです。合うかどうか。2番目に入れます。リリーが集中して匂いを寄せる。ちょっとだけ静かにしてあげてください。座っといてもらって、そっちへ行っちゃうかもわかんないから。何？何？どこじゃ？ママ。合ってる。合ってたね。あれも一緒。最初に分かってたけど、5枚全部確認して、それでこれですよって持ってきます。ありがとうございます。じゃあ、もう一方。今男の子だったんで、
かも。じゃあそこ手挙げてください。1枚ずつしっかりつけてあげてください。赤いお兄ちゃんのに、うん、お兄ちゃん赤い何アスミさんアスミさんアスミさんアスミアスミさんですすいません耳が悪くてじゃあ犯人はアスミさんですうん、4番目に今回は犯人あすみさんの匂いを入れます。Thank you.